もったいないね。二人ともいいものをお持ちでいらっしゃるのに。うちが男だったら絶対放っておかなかっただろうな。完全体目当てじゃん。それ。いや、体だけが目当てってことはないけどさ。やっぱ男ならそこに惹かれるものでしょ。だよねだよね。男子がたまにくるみのおっぱいガン見してることあるよ。挟んでほしいと思ってるんじゃないかな。マジ？初耳なんだけど。くるみってそういうところの防御は薄いからね。そこがくるみの魅力の一つでもある。とにかくさ、大いなる魅力には違いないって話。そうそう、男の子がおっぱい好きなのは本能だし、今さらそこを非難しても仕方がないっていうか、むしろ可愛らしいじゃん。あんたの考え方も結構極端だと思うけどね。